はい、皆さんこんにちは、エルダです。今回は今の XP2000 以下が大変すぎるをやっていきたいと思います。まあ、今シーズンも残り1ヶ月切りましたね。人によってはエスプラジュも終わって X マッチを再開したっていう人も多いんじゃないかなと思います。まあ僕自身もね、最近は内部レートを上げるのを信じてエスプラ10までチャレンジをやってるっていうところなんですよね。なんですが、測定は今回全部死にました。なかなか辛かったね。で、びっくりしたのが、まさかのね、測定全勝したのに2000という数値が出たりしたので、ちょっとね、内部レートきついなっていうふうに思ってます。で、今回はその測定によっては2000を切ったっていうのもありましたので、まあ環境をね、経験して抜け出した方法とかを皆さんにね、紹介できればと思います。ちなみに、トラストでやってみたっていうのもあるんですが、正直抜けるにあたってはトラストを使ってないです。でこのあたりはね、ちょっと僕のトラストファンの方には申し訳ないなというところなんですが、なぜそうなったのかっていうのを、具体的に試合を見ながら話していきたいと思います。ではね、このあたりは実際のプレイを見ながら理由を話していきたいと思いますので、早速いきましょう。はい、ということで早速1試合目見ていきましょう。で、今回武器が違うと思います。コツガロン使ってますね。で、2000以下の感想とか早速話していきたいなと思うんですけど、正直 XP23 あたりをやるよりか辛かったです。ほんと辛かった。ここまでかっていう感じでしたね。っていうのも、味方との連携が取れることが少ないっていうのが圧倒的にありました。これが結構難しかったかな。だから一人でどうにかしないといけないんだよね、光栄武器でもね。そこがとても難しかったなと思います。なので、あの個の動きが重要視される感じだなと思いましたね。今みたいに対面ゴリで勝てるんで、ゴツとかだと個の力でゴリ押せるっていう感じになります。あと、正直トラスト使っていると防衛を一人でするっていうシーンが圧倒的に多かったです。特に光栄を使ってるとき、まあ、これ絶水とか使ったりとかもするんだけど、圧倒的に防衛一人だね。これがすごく大変でした。で、どんなに守っても人数不利から逆転負けが多かったっていうのがありましたね。勝ってるんだけど後半負ける確率高いっていうのがありましたね。で、この時点で味方依存する立ち回りになるんで、トラストとかの攻撃でも前衛並みにキルが取れないと這い上がるのはかなり難しいかなと思いました。正直弓で、まあ、1700からのスタートがあって2000手前まで行ったんですけど、そこからね、やっぱね、キャリーというか防衛しきれないと厳しいなっていうのはよくありましたね。なんかやっぱキルができる、安定したキルが取れるってのはすごく大事でした。で、結構この3連敗が今回ひどくて、まあ、75必ず引かれるような最低保証というか最高保証なのかなが必ず75、3連勝しても75しかもらえないっていう状況でもあるので、本当ね、安定は大事だなというと思いますね。だ、まあ2000来てから本当極端に難しいなっていうくらいあります。じゃあ2000を抜けるためにどんなことをしたのか気になると思いますので、まあ、自分が試した方法も話していきたいなと思います。まずやるべきこととしては、好きな武器をつけるという選択です。まあこのあたりすでに強武器を使ってる人もいるかもしれないですが、まずこれが大事かなと思います。で、僕の場合は弓だったので弓を1回捨てました。で、今流れてる試合を見てもらうといいんですが、もうガロン持ってるんですよね。常にガロンみたいな。もう環境武器ガンガン使っていってます。で、今回アサリに関してはキルを取ってから試合が動くので、キルが強い武器にします。で、あえてブラスターじゃなくてゴツを使ってます。シャプマテもないです。で、これがヤグラになった場合はブラスターを持ってました。ホットブラスターかな、どっちかロングよりホットかな。で、理由としてはウルチャクで持っていけるっていうのがあるからです。あとは、あと、そうだね、その2つが2000切ってたんで、まあ、その2つだけしかちょっとやってないんですけど、まあ、エリアだったら多分シャプマ持っていきますね。塗りがある程度返せるもの、前にパパッといけるものっていうのは多分それ持っていきますな感じで、まあ、ルールに合わせてちょっと今強いかなと思う武器を使っていました。まあ、この辺りはね、武器相性があるんで難しいっていう話になるんですけど、ある程度安定してキルが取れて自分がうまく立ち回れる武器、できれば前衛武器
っていうのがいいですね。で、こういう武器がいいんじゃないか、こういう武器でもいいんじゃないかなと思うんですけど、後衛武器って前衛の連動が高かったりとか、その知識がないと合わせるって難しいんですよ、基本的に。だから2、3体とかの方が相性いいなっていうのは、その後衛がいる時の試合の組み立て方を知ってるっていうのがあるんで、味方がちょっと楽なんですよね。このあたりはチーム練習とかで格上の人とか教えてもらった時に言われたんですけど、後衛はね、やっぱとことん合わせるのが難しいらしいです。だから相手前衛で自分が味方に合わせる、ラインを合わせたり試合を作るっていうのが大事になってくるわけですね。で、続いて対面で生存最大限に意識するっていうところです。で、僕今シュートとかしてアサリシュートしたりとか、まあ、生存結構してるかなと思うんですけど、相打ちではダメですね、やっぱやって思ったので。で、これガロンがいいのが、この生存を引き伸ばせるんですよ。スプラッシュシールド投げて、で、そのストラッシュシールドを常に挟んだ状態で対面をする、まあ、これちょっとね、対面できてないんでやられますが、キルを取った後に必ず次の試合につなげてるっていうような状況ができます。なので対面は必ず勝つっていうところで、相打ちにはならないっていうのが大事です。で、これに関してやれば、まあ、残った味方の立ち回りに依存するような形なんですね、ここでテストをすると。なので対面に勝って生存を作るまで意識するっていうのが非常に大事となります。まあ、これができないと2000超えてからも逆戻りになりますので、今から慣れておいて2000超えた後もパワーが上げれるような下準備をしておくのがベストかなと思います。はい、では続いて2試合目いきましょう。で、ルールとキルの仕方の見直しっていうのもちょっとしました。意外とね、意外としました。で、一番気になったのはこれですね。ルール関与の度合いが圧倒的に少ないなと思いましたね。トラスト使ってる時、ヤグラだったら自分がほとんど持ってる。で、これ面白いのが、ホットブラスター持ってても同じだったんですよ。常に自分がヤグラに乗る、ヤグラ管理をするっていう状況でした。結構ね、本当びっくりしましたね。で、キルしたい人はずっとキルだけ狙ってたりとかっていうのもよくあるので、ちょっとひどかったなと思います。対面避ける人は常に対面避けてたりとかね、前にも出ない、ルール関与もしないっていうことはもう多かったので、やっぱ自分でね、ルールとキルの仕方の見直しっていうのはして調整していくっていうのが大事でした。まあ、一番ひどかったのは防衛無視して敵陣潜伏とかね、これ結構多いですよ。やってて、そんなにいるのっていうぐらい多かったんで、やっぱね、ちょっと気をつけないとな。まあ、原因はあるなと思ったりはするんですけど、味方負担の行動がね、意外とノラさんでも多かったので、このあたりルールとかね、キルの見直し、なんか潜伏をよくする人は潜伏のタイミングが合ってるのかとか、ちょっと確認をすることをお勧めしたいなと思います。これやるだけで多分ね、味方負担だいぶ変わると思いますね。まあ、測定中1回は必ずそういう味方引いてたんで、発狂してましたね。はい、で、もう一つ、正直2000以下に関してなんですけど、ラグがひどい、ほんとラグがひどい。この試合もちょっとスティックにおかしなキルがありましたけど、ラグはほんとひどいですね。で、プレイ時間はだいたい夕方とか、まあ午後とか夕方、あとは夜もやったんですけど、どの時間帯やってもラグひどかったです。で、2000超えたルールに関してはあんまり感じない、まあ感じるけど、2000切った時よりもラグは感じないっていう感じでした。ここの差本当すごかったですね。で、トラストをやめた理由が実は一番これです。投げがひどすぎて試合にならないっていうところです。なんでかっていうところなんですけど、確定キル取れる確率が減るんですよね。弓の強みって爆風ダメージが減れたことによる、まあ、30ダメージに爆風になってるんですけど、矢が2発当たって爆風入っただけで100ダメージになるで倒せるはずなんですよ。100ダメージっていうか、その爆風軽減するものはないので倒せるんですよね。なんですけど、そのキルが取れなくなる、直でしか倒せないとか、まあ一番最悪なのはメインフルチャ3回当てても死なないとかマジでザラにあったのか。だからそれぐらいラグひどいんで、まあ、前衛使っててもね、あれこれキル取れないのとかよくあったんで、ガロンだったら3発かな、3発当ててやっと死にますが、ボツガロンでそれみたいな威力減衰入った距離じゃない、ゼロ距離で打っても3発とかあったんで、まあ、すごくね、悩まされたなと思います。まあ、だから弓だと当たんないというか、確定キル取れないのが本当辛いんですよね。で、まあ、それもあってキル得が早い武器に変える
っていうことをしました。だから防衛いくら頑張っても確定キル取れないから無理なんですよ、防衛できないんですよ。しかもそれを一人でやるって難しいんでね、そういったところもあって変えましたね。でキル速が速い武器かつ攻撃範囲が広い武器ならキルこぼしが減らせるっていうことがあったんで、まあ僕の場合はコツガロン、あとはまあキル速というかクイボで対面できるシャプマ、あとホットブラスターを多用したっていうところになりますね。まあゴツに関しては正直あの立ち回りというか対面の仕方を覚えないと扱いは難しいところがあるんですけど、まあ使える方は相性がいいんじゃないかなと思います。あとはホットブラスターがおすすめな理由、まあこれは個人的な話なんですけど、ポイントセンサーが強いですね。なんだかんだポイントセンサーがほんと強い。味方がねやっぱね2000以下切った時の味方の傾向としては策敵があんまりできてない印象だ。どこいるんだろうどこいるんだろうとか敵の足場が塗られてる状態で突っ込んでいくっていうのが多かったので、まあ、ポイ捨てをガンガン投げて味方に敵の位置教えて連携を取りに行くっていうことをするのはすごく強かったなと思います。ヤグラのホットブラスターなんかね、ヤグラの処理ができるとかっていうのももちろんあるんだけど、どっちかっていうと、ポイ戦投げて、めちゃくちゃアシストと、なんか自分の策敵はそれで良くなるんでね、ポイ戦でめちゃカバーしまくるっていうのがとても面白かったですね。まあそういった意味では、情報を増やしてあげるのは大事かなと思いました。まあリグマというかオープンとかしてると思うんだけど、腕前低いとでもってね、やっぱポイ戦とか敵の位置の情報とか分かると対面めっちゃ上手なんですね。だから多分情報というかね、そのクリアリングの質の差で腕前上がる人も多いんだろうなぁとは思ったりしましたね。っていう感じで、まあ今回のね、まあ2000切った時にどうやって上がるか、2000超えたら何をするべきかっていうところで僕がやったことに関しては以上となります。まあほんとちょっとキル依存というか味方に頼らないためにより頼らないためだね、何を持つべきかとかどういった動きをするべきかとかいうところになりますね。まあやっぱあとはノックアウトして終わらせるっていう意識も結構高かったかな。防衛して安牌を取るって私なかったです。だからそこも一つ大事なところかなと思います。はい、ということで2000終わりましたがいかがでしたでしょうか。まあ2000以下の試合っていうところですが、結構知識とか全体感の視野とかを身につけていないときついなと思いましたね。これは腕前を上げるなら各々必要になってくる要素かなと思います。で自分はもともと2300とかそのあたりでやってたのであんまり気にはならなかったんですけど、やっぱり大事だなと思いましたね。で僕の場合はまあそれもあってキルですね、圧倒的なキルからの抑え込みによる有利時間の不足が原因だったので、まあ、武器を切り替えてバランスを取ったっていうところになります。トラストではできなくはないんだけど、どうしても味方依存が強いんでね、まあ、武器を変えたのはそこが理由となります。でスプラに関してはなんか一つの武器で勝つのはかっこいいっていうところもあるんですよね。なんですが腕前をまず上げて、まあちゃんとした適正のところまで上げるっていう意味では武器を変えてやっていくっていうのも一つは解決方法になるんじゃないかなと思います。で武器を変えることに関してっていうのもあるんですけど、まあ、武器を変えたりとかあとは知識の入れ替えをするとかそういったことはしていって腕前を上げていくのがベストかなと思います。まあね、自分も勉強とかいろいろ知識を入れたりとかしてますが、上手い人たちはさらに知識とかありますからね。だからそういったところの差もありますし、埋めるんだったら知識も入れてかつ武器もちょっと調整してみるとか、まあ2000超えるまではあの他の武器使うとかね、ちょっと妥協するのもありなんじゃないかなと思います。ということでご視聴ありがとうございました。今回の動画楽しかった、役に立ったという方がいましたら、よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。